沢藤玲次郎は日本の政治家、衆議院議員、岩手県我が軍黒沢尻町出身、沢藤浩二、梅の長男、父親は道長の町長,長だった。黒沢尻中学校を経て海軍兵学校に進んだ。在学中に広島市への原子爆弾投下による犠牲者を見て反戦の意識が強まったという。1951年に、 母校の黒沢尻高校で定時制教諭になり、その後花巻農業高校の教諭などを務めた。また、沢礼二のペンネームで執筆活動を行っている。1961年に岩手県公共祖の初期長、1968年同位委員長に就任。1975年に日本社会党の公認を受けて、岩手県議会選挙で、 初当選。2期目途中の1986年の第38回衆議院議員総選挙で、旧岩手2区から社会党公認で出馬し、初当選。教員時代に交通事故にあって、右足に、後遺症が残ったこともあり、同等の障害児福祉推進議員連盟の結成を、働きかけて、副会長を務めるなど障害者福祉に、積極的に携わった。また、 五権や平和問題にも注力している。1994年には、党の岩手県本部委員長に選出された。1996年には、第一次橋本内閣で、建設政務次官に就任したが、同年の総選挙で導入された、小選挙区制の区割りで、小沢一郎と同じ岩手四区となり、落選。その後は再び執筆活動を行った。 2000年に、君二等随法賞を受賞。2004年2月には、情報誌、風邪を相関し、反戦などを訴えている。同年8月23日、観光編で成居。14位が追贈された。ありがとうございます。